はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコースはですねサムネにボスって書いてるんですよね。今までトロールコースでボスってさあんまりいなかったよね。まあ、おらんやったわけじゃないんやけど、ボスを倒すっていうトロールコースはねあんまりなくって、もしかしたらねタグにボスバトルって書いてるからボス戦があるかもしれないんですよね。それはめっちゃ楽しみだなと思って今回このコースやっていきます。コントロール UR エンジャーUR じゃないと思うけど、うわこれは初見殺しでしょ。避けましたけどこれはよく入れたと言っていいんですかね。これはいやこれ回転ジャンプでいけるよ。いけねじゃあ右行きます。右行って、うわなんかここな雰囲気的にめっちゃ楽しいね。じゃあここはジャンプして、これアイテムだと思うんですよね。アイテムだと思います。なんだそれまあここじゃあ無視してった方がいいのか。無視してって、無視してったらダメだね。こうハテナブロック叩いてこう、オッケー。いや今のうまいよ。これは何が出る。いやなんかアイテム出そう。大丈夫かな。一旦アイテム出そうっていうことを信じてここ置っときます。うわやっぱり、いや合ってた合ってた。もう一回出るよね確か。オッケー。いや多分これでいいね。でいやいらんくね。いや結果いらんくない。でこれはなんだろう。いやちょっとわかんないんでちょっと先行ってみよっか。これ落ちてくる、落ちてくるね。うわっいや今のは引っかかるって。ダメだって。それじゃあここは一旦右に行って避けます。なんだお前は。じゃあ一旦ここは落としておいてジャンプで避けようか。ジャンプで避けます。オッケー。でここも降ってきて、よし。でこいつは爆弾で一旦オンしようか。はい広すぎでしょ。じゃあここのボム兵は一旦踏んでみようか。踏んで避ける。そして下に入ろうか。オンオフして、はい。これで上に行くんでしょ。そして、あ、中間ポイント早いね。スター取った。これスターは正解じゃない。スター取ってこのドッスン倒します。スターが切れてから下に行くね。多分スターが切れてないと、いやその裏を書いてスターをつけたまんま行こう。スターのまんま行こう。いやスター切れてから右か。オッケーオッケー。多分これで合ってるね。でこのまんま右に行けないか。一回ジャンプせないかんね。はい。雲に乗らなきゃいけないのかこれは。よしそれじゃあここスター取ってさっきと違うやんか。いやマジでさっきと違うやん。え、じゃあキノコで下に行くみたいな。いや待ってわかんねえ。なんだこれは、全然さっきと違うやんか。じゃあここはキノコ取って一旦右に行こう。一旦右に行って左に行く。そんでこの上のツタの方に行けばいいんじゃないの。さっきのところは何だったんだろうね。うん、気になるな。でさっきの、あここに繋がるのか。でね雲がねなくなる前に本当に全然違うやん。どうすりゃいいんだこれはなあ。え、ど、何これ。左にバネ落ちてきてるね。左に行けってことかな。じゃあここは一旦ピー踏むで左で、ここにバネが落ちてきてるんですよね。この上に行けばいいみたいな話。オッケーでジャンプ。うわこれはオンオフします。オッケー。そんでくっそーここオンしてすぐ右、そんでまたオンをしてすぐ右で、これは上から行こうね。上からが正解っぽい。こっちうわもうなんでこんなに引っかかんだよ今日。忘れてたよ。それじゃあこれは雲に乗って下に行きます。あ待って、いけんくね。いけいけ。あれあれなんでここで回転ジャンプ。いやダメだね。あこれ地下ブロックになってんだ。なるほど。でもさ今チビになっててよかったよね。待って、今のはないでしょ。ダン、これどうやってやられるの。左に行ける。これ絶対身体級。それじゃあここ鍵ドア入ってどうしよう。すぐ右に行くのかな。オッケーオッケーオッケー。上を失敗じゃダメってことか。でうわ怖え。ここ一回オンをしてチョロプーが降りてくると思うんですぐ右行こっか。このタイミング、はいはい。オッ
だね、絶対。ブブー言われたもん。絶対あのツタに登っていくパターンのやつでしょう。しかもキノコいるの？上にキノコがあんのか。それじゃあここはいいタイミングでオンオフをしてすぐ右に行く。でツタが出てくる。よし来た。でここはジャンプしないようにしよう。たぶん隠しブロックあるからね。うわビビったこのドッス。これがキノコ、絶対そう。来た。なに、なんだと。せっかくだし久々に出しますか。シャイニングスターをな。あ、やべ、ガリガリにやられちゃった。じゃあこれは右だったね。右のここにキノコがある感じだね。オッケー、もう絶対騙されるでしょあれは。じゃあこの右の土管に進みましょう。で上か下か、もう2分の1じゃんかこんなの。運なんだよこんなの。に上行きます。なんで外れんだよいつも。ねえなんで外…いや合ってる。いや熱い、まだまだわかんない。これ叩いて右に逃げます。いや何もないね。いやこのまた音楽は謎だな。で上行って。行き止まりじゃねえかこれ。もうピンポンじゃねえんだよ。それじゃあここは下だね。下行って P ブロックを持ってくればいいかな。でこのまんま右に行こうか。走って行っていいんじゃないので。 P は P 持ってきたけど、うわー、これでいい？いいんじゃない？大丈夫？わあ、自分で閉じ込められてる。うわマジかよ。 P いらんのか。うわどうしよう。うわどうしようってか、もう落ちるしかないんやけど。今回ねあのクリア率はねそんなに低くないんだけど、ギミックがめちゃくちゃ多くて、なんかね今までの罠とね違うんだよね雰囲気が。なんかわかる？分かって。なんでここを下行って多分ねこの P いらんと思うんよね。 P いらなくてこのまんま右に行けば行けるはず。で上、これでいいでしょ。そして中間ポイントは取れるよね。来た、 P いるやんか。うわ P いるやん。うわ、いやこっから一回もやられなければいいだけの話。そんなん余裕っていうことをね見せてやりましょう。どうしよう、マジで一回もやられない気持ちで行くからね。これは右に行くしかないと思うんだけど、多分時速落ちてくるんだよね。で下に逃げる。下、それじゃあここはね P 持って土管に入るでしょ。ですぐ上に投げて、あら、あそこ足場あるの。 P が引っかかってるよね。足場あるってことか。それじゃあここは土管入って何もしないでいいんじゃない。ほら足場あるからね。で P がなくなったら上にジャンプで、上にジャンプしてここで P スイッチを踏んで中間ポイントゲットね。いやこれはむずい。足場はね全然気づかなかったね。でさっきはここなんかトゲゾウが襲ってきたんだけど、多分このトゲゾウをね避ければいいか、右に走ってっても多分いけないもんね。いやちょっともうまた違うやんか。ここ石降ってきたよね。石降ってきて避ける、で上に行く。うわ待って、トゲゾウで下に行く。で、あ、右？右行っちゃった？そっち行っちゃった？ダメだよそっち行っちゃ。さっきとマジで違うね。その仕組みがマジでわからんね。どうやって作ってんの？あのコメントとかもね結構、あ待って、ここ危ねえ。コメントとかでもね結構もらうんですけど、ほんとね仕組みがわかんなくって。じゃあここが上、上で右にダッシュ。多分ここまではいいんだよね。うわこれはドスンこっち来るかな。うわ来ないっぽいね。なんでここは回転ジャンプで行くのかな。絶対引っかかると思うけど、行きます。なーに。絶対そんなんと思ったもん。それじゃあここは普通にジャンプしていこうか。ジャンプしてこう、多分これでいいね。でこれはすぐ右に、よく、それじゃあここのとこが入ったら左に行こうか。左に行ってこうこう、いや待って危ねえ。よしナイス避け。でうわこれはどうしようか。うわキノコいるやつか絶対。左、これ何いらねえんだよ一気アップなんて。色変えろ。それじゃあここの土管入って右にキノコが出たよね。右のキノコを取っていこう。でここで大砲踏む。そしてキノコ出るでしょ。オッケーでジャンプ。
これでね、右に渡れると思うんですよね。で、どうしよう、カロンと P の風船があるね、右下に。一回右行こっか、このまんま。いや、罠にもう騙されたと思って下行ってみよう。まさかやられると思わんや。残された道はね、このマリオがいる上に上がるしかないんだよね。こっちから登ってもうここ叩くしかない。叩きます。何、左避けます。そしてどうすればいいんだこれは。あの P ドアがね出たのは見えたんですけど、間に合わんね。これ金魚倒さない剣みたいな感じかな。じゃあここはね、ハテナブロック叩いてここ追っておいて、そしたら金魚倒して左に行く。多分これで P ドアに入れるんじゃない。オッケー。でこのまま右行こっか。じゃあ、うわ、なんもないね。あれ、下のなんかカロン取るみたいな感じで左書いてない。取ったけどやられたよね。もしかして P が鳴ってる最中はいけるみたいな、そんな感じかな。ちょっと試してみるね。一回ここに追っておいて金魚倒すでしょ。金魚倒して P が鳴ってるからね、鳴ってる最中はいけるみたいな。なんで、あ、これか、デブになればいいのか。デブって言い方、うわ、これはファイヤーボールがいるっぽいね。大丈夫かな。まあ、どうせこっちにガリガリに当たってキノコになるからね、多分このままでいいと思う。そしてこれは、うわー、どうしよう、バブル解放しようか。チャッカマンしてくれ。おし、おしおしおし、ナイスチャッカマン。いや、でもこれどうやって渡んのよ。渡れないでしょ私。いや、これバブル解放してバブルより早く右に行く、多分これでいける。いや、そうでしょ。オッケー。で、この端っこラインに避けておく。きた、なんでよ。それじゃあこれはバブルを解放して着火させるでしょ。で、着火させてブラパが落ちてくる。で、ブラパの下に隠しブロックがある。オッケー。いや、これで合ってたね。いや、もうそろそろゴール近い、絶対近い。何これ、チェックポイント2バット、何ですかバットって。え、なんか右下にあるね、ドアが。あそこに行けみたいな感じ。え、待って、マジわかんねえ、わかんねえ、何これ。いや、なんか嫌な予感しかしない。なんだここは。いや、こっから何かが違うと信じたいね。ねえ、何が違うんでしょ。何も違わないじゃねえか。どうしよう、これは下。あ、いや、なんか、いや、もうほんとさっきと一緒やんか。まあまあまあ、でももう分かってるしね。おそらくだけどね、この P を持ったまんま多分次のドアに入るんでしょう。ドアに入ってドカンカンで踏む。いや、これだね。いや、ここでゴールでしょきっと。うわ、長かったな今回このコース。いや、そんなに難しい、いや難しいんだけど。ここでボスですか、マジかよ。アイテムなんかくれるでしょせめて。いや、何これ、え、どうすりゃいいの。ジョーブでナイススター、今ナイススターだったね。いや、でもどうすりゃいいんだろう。鍵を手に入れたけど、オッケーオッケーオッケー。で、ここであれでしょ、ドアに入ってゴールっていう感じでしょ。いや、来たよ、あ、来た来た来た。さあゴールしましょう。ありがとうございます。いやー、楽しかったねこのコース。ボス戦と思ったけどボス戦じゃなかったね。めっちゃ時間かかってんじゃん。はい、ということで今日はここで終わりません。終わらないんですよ。こういうコメントがあったんですよね。一回トロールコースをクリアしたやつをあのドヤ顔でクリアしてくださいって、ノーミスで。まあ罠はね全部わかってるはずだから多分クリアできると思うんですよ。それじゃあやっていきましょう。まあ一回でもやられたらね僕終わるんで、結構本気でいくよ、本気でいくんで。ちょっと待って、今のなしでいい。いや、今のなしでいい、違うんだって。いや、これは忘れ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。